はい、まず884番です。ネック、ネック、首とか衣服の襟という意味があります。 Around my neck っていうふうに言うと、私の首にとか私の首の周りにという意味です。ネックっていうのは頭と胴体をつなぐ部分のことで、ヘッドは顔を含めて首から上の頭部全体、フェイス、これは顔ですね、頭部の表面というふうに区別されています。詳しくはヘッドは395、フェイスは386番の方をぜひ見てください。885番、トウ、トウ、発音に注意ですね。伸ばさないでトウっていうふうに発音します。あとはこれ見た目で問うっていうふうに読むのは難しい単語なので気をつけてください。つま先とか足の指という意味です。例えば The toe of my shoe っていうふうに言うと、私の靴のつま先。 shoe という単語については320番で説明しています。あとはフット、これはくるぶしから先なんですけども、いわゆる足ですね。こちらは682。レック、これは漢字で書くと脚っていう風に読む漢字で書くんですけども、こちらは太ももの付け根からくるぶしぐらいまでという風なことで、596番の方で説明しているので、ぜひ一度見てもらえるといいと思います。886番、ニー、ニー、発音に注意ですね。最初の K は発音せずに、あとこの部分でニーっていうふうに読みます。膝とか膝頭、例えば I prayed on my knees だと、私は膝をついて祈ったという意味になります。この pray っていう単語はここ R で祈るという意味があります。野球をするなどの pray とはここが違うので気をつけてください。887番、タッチ、タッチ、発音に注意ですね。最初の部分でトっていうふうに読まないように気をつけましょう。動詞だとほにゃららに触るとか触れる、過去形過去分詞形は ed つけてタッチ、ト、前がチっていう音なので後ろも濁らずにトっていうふうに読みます。 ing 形タッチング、三単元の S、ES をつけてつながって touches というふうに読まれます。名詞で接触とか手触りという意味もあります。888番、 hit、 hit、 打つとか叩くとかほにゃららに当たるという意味ですね。で、注意しなくてはいけないのは、過去形過去分詞が同じ形、ヒットヒットヒットというふうに活用します。ing 形は t を重ねてから ing。これは単母音プラス子音字という形になっているから、このように変わります。三単元の s をつけると t と s がつながって hits というふうに読まれます。あとは名詞で打撃とか大当たりとかヒットという意味があります。889番、イングランド、イングランド、イングランドっていうふうに訳しますけど、正式名称はこのようになります。で、いわゆるイギリスですね。あとは英国っていうふうにも日本人はよく言います。正式名称はThe United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland というふうに言うんですけども、まあ、このまま書くことっていうのはめったにないと思うので、まあ、イギリスっていうふうに訳せば大丈夫です。国名を言うときにはブリトン、まあ、よくブリテンっていうふうに日本人は言うんですけども、この単語が使われることもあります。ただ最初はこの単語が出てくることが多いので、こちらのイングランドで覚えてもらえればいいと思います。890番、コリア、コリア、
発音に注意ですね。よくコリアって言うんですけど、コリアっていうふうに発音します。韓国とか朝鮮、関連語がコリアン、韓国人という意味です。で、通称では韓国はサウスコリア、北朝鮮はノースコリアというふうに言います。正式名が大韓民国は The Republic of Korea、 北朝鮮ですね、朝鮮民主主義人民共和国は The Democratic People's Republic of Korea というふうに言います。 Republic っていうのは共和国、 Democratic っていうのが民主主義のという意味です。891番、 China、 China、 発音に注意ですね。で、中国、中華人民共和国のことです。正式名称は The People's Republic of China、 関連語 Chinese、 中国人、こちらについては942番の方で説明しています。で、ジャパニーズという単語もそうなんですけども、この Chinese っていうのも単複同形、単数形も複数形も同じ形をするものです。つまり複数形の S をつけない単語ですね。詳しくはこちらの方で説明しています。はい、チャイナを使った例文としては This car is made in China、 この車は中国製です。これは受け身の文ですね。 be 動詞プラス過去分詞、この made っていう単語はメイクの過去分詞形で、どこどこ製っていう時には時制は現在形を使うのが普通です。例えばこの車っていうのは実際今目の前にあるわけですから作られたわけですけども、どこどこ製、中国製とか日本製っていうふうに言う時には時制は現在形を使うのが普通というふうになっています。はい、今回の英単語は以上になります。今見てもらっているのは今回の英単語をまとめている205ページのプリントの画像になります。で、一部この辺の英文は今回の動画では説明していません。今回の動画は英単語の意味を説明するのがメインなので一部省略しています。少しだけ見てもらうとこのような英文ですね、タッチとかヒットのところにこのようなものが載っています。ぜひ一度見ていただけるといいと思います。こちらのプリントは先ほどのスライドショーの下のところにこのようなところがあって、画像かリンク部分クリックしてもらうとこのようなページが開きます。印刷したい時にはこの PDF ファイルというところをクリックしてもらって、下の方にプリンターのマークがあるんですけども、こちらとかあと画面上で右クリックをして印刷などから印刷して使ってみてください、はい、あとは最初に見てもらったこちらのラインナップなんですけども、この205ページのところですね、こちらをクリックしてもらうと今と同じページが開くようになっています。どちらからでもリンクできますのでぜひ使ってみてください。はい、今回の動画は以上です。ありがとうございました。